こと、私は生まれてこの方、一緒に過ごした記憶が全然ないのに。ずっと、お父さんは忙しいから、だから戻ってこない、そうずっと考えてきたのに。違ったの。私は厄介払いされてただけ、だから幸せさんがいなくなった時ですら帰ってこなかったの。何それ、許せない。琴香さん、どうしたの。すいません、ぼーっとしてしまって。そっか、また時間があるときにゆっくり話そうよ。それじゃあね。チェーンさんは関係ない。それにあの感じ、多分知らないんだ、私がどういうタイプを受けてるのか。あれ、チェーンさんの落とし物。何これ、こんな優しい表情をするお父さん、見たことない。私が一人で苦しんでた時に、この人は、この人は最低。ずっと我慢してきたのに、ずっと耐えてきたのに、信じてきた真実がこれか。もう容赦しない、問いただす。やっぱり取らないと思ったよ。私が嫌いで遠ざけ続けるのなら、望み通りにしますよ。ことか、ことか辛いようにでかいオーラの気配を感じて戻ってきたが、何があった？なんという像を、それに大気中のエネルギーを何千倍にして吸収し、それを自身のオーラとしているだと。今のことかには不可能だ。ありえない。すいません、ネルさん、少し用事ができたので抜けますね。ことか、理由は後に聞く。落ち着け、それ以上変に暴走させるな。暴走、ネルさん、私はいつも通りですよ。すいませんが時間がないので、そこから離れてもらっていいですか。冷静ではないことかを野放しにできない。これ以上言うこと聞かなければ力ずくでいく。邪魔しないで。なんだ、力ではない。それに力がないとはいえ、攻撃の究極系である私に地に膝をつかせただと。今からやらないといけないことがいっぱいあるので、ネルさんの相手をしている暇なんてありません。ことかー。落ち着け、ちゃんとも。落ち着け、ネルらしくない。ことかは今冷静じゃないんだ。すまない、私としたことが。ことか、嫌なことがあったのはわかる。だけどネルに八つ当たりするな。心配してくれているんだ。すいません。ことかは怒り慣れてないからね。仕方ないよ。一緒に生きながら話を聞くから一息置こう。はい、お願いします。ネル、あとは俺に任せろ。不快にさせて悪かった。後で埋め合わせするから許してくれ。ああ、ことか、怒鳴ってすまなかった。私も。すいません、失礼なことを。急いでるんだろう、行こう。各自別の空間にいてくれて助かった。もし全員でことかを止めにかかったら私たちへの信頼すらも失うところだった。今回ばかりはさすがだと尊敬しよう、主様よ。それでことか、今からどうするつもりだったんだ。あの人のところに行って、話がしたかった。です。あの人。白鵬。白鵬、お父さんじゃなく白鵬と名前呼び、いやそもそも名前すら呼んでないぞ。何があったか。聞かせてくれる。あの人は、私を裏切っていました。仕事で忙しいから帰ってこれない、何か事情があるから帰ってこれないと、ずっとそう言い聞かせて孤独に、耐えてきました。シアーネさんの時だってそう、事情があったからって。違うのか。シェーンさん。覚えてますよね。ああ、それはな。彼女は月読みの養子だと言いました。そして数年ほど一緒に暮らしていたとも言っていました。そうだったのか。だから大会の時にシェーンさんにだけあれだけの応援を。そうなんです。私はあの時、仲間思いなんだな、と思って見ていました。だけど違った。あれは娘への愛情。私には生まれて一度も向けなかった愛情だった。再婚ならまだよかった。彼女ならまだよかった。よりによって養子。子として受け入れシェーンさんにだけ愛情を注いだ。そしてとどめにこれですよ。こんな笑顔を向けられたことない。一緒に写真だってもちろんない。一緒に喜んだこともない。祝われたこともない。私は思い知ったんですよ。私はただの厄介者なんだって。だから私から絶縁を伝えに行こうと思っただけです。まずいな。俺も正直思うところはあったけど、ここまでの情報と証拠が出てきたらフォローもできないぞ。でも月読みさんがどこにいるかわかるの。わかりません。ですがなぜか今ならわかる気がします。どういうこと？今、あの人の情報だけがなぜかいろいろ伝わってくるんです。パト君、何かあの人と関わりがあったりしませんでしたか？予選の時のことは言わない方がいいな。言ったら火に油になる。そうですか。あの人は私だけではなく、パト君にまで。どうしたの？ことか？
予選終わり、私の家の帰り道、公園であの人と話して、いきなり殴り、お前みたいな奴には渡さない、と言われた。そうですか、パト君にまで手を出してたんですね、あの人は。彼の記憶を、ただ寝てるだけで。何がことかは渡さない。ですか、厄介者扱いしていたくせに。とかか、待って、冷静に。でもパト君は本当に私のことを考えてくれているんですね。あの人に私のことで怒ってくれた、立ち向かってくれた、パト君を信じてよかったです。ああ、でもね、ことか。安心してください、パト君、私はもうあなたのもの、そしてもうあの人とは他人。だから今無性に今の家が気持ち悪いんです。だから解約します。そして今までもらっていた生活費すべて返金します。その時はパト君のところにいてもいいですか？ああ、それは構わないけど。ありがとうございます。では行ってきますね。まずい、このままだと取り返しのつかないことになるぞ。さて、戻るか。こんなところにいたんですね。こんなところで何をしているんだ？それはこっちのセリフですよ。電話はどうしたのですか？電話、かかってきてない。そうですか、まあいいです。ここには一つお話があってきただけですから。なんだ？もう私の父親であることをやめてください。不愉快です。もうチェーンさんという理想の娘ができましたからね。よかったですね。厄介者が消えて。何を言っているんだ、こいつは。いきなり何を言っている、バカなこと言ってないで。バカなこと、冗談に聞こえます。そもそも、この面倒も見ずに放っておいて、都合のいい時だけ父親といい、私の言葉なんて一つも聞かずに今までやってきて。私からヒアーネさんという大切な人を奪って、大切な人ができても父親ずらして引き剥がそうとする。どうせ知らないくせに、と言って怒鳴るだけなんでしょう。全部自分の都合で、私にはそれを押し付けるだけですもんね。もううんざり、今まで私にかかったお金は全て返します。部屋も解約します。もうあなたの恩恵を受けたくありません。何がどうなってる？なんでいきなりことかが起こっているんだ？チェーンの用事のことで怒っているのか、パトとの話で怒っているのか、シアーネ先生のことか、それが何だと言うんだ。お前は、何をそんなに怒っているんだ。わからないんですね、自覚がないんですね。ずっとそこに罪悪感も、負い目もなく。あなたは私を見ていない、知っていました。私が生まれた時から虚弱体質で最近までずっと苦労していたことを。虚弱体質、そうだったのか、確かにやけに医療費がかかっているとは思ってはいたな。何度も話しましたよ。それすら気に留めず、あなたはお構いなしにまだ10歳くらいから一人暮らしを強要させたんですよ。あなたは、まだ私にはシアーネさんが必要だった。なんでシアーネさんを私から引き剥がした。それがなければ、私はシアーネさんのために、頑張れたのに、それがなければ、シアーネさんと、お別れしなくて、済んだのに、答えて、もう知らないくせにで逃げるな。お前に教えることはない、図に乗るな。それに態度も悪い、礼儀がなっていない、パトと関わってお前は悪くなったのか。何も教えてないくせに。ならシアーネさん関係の記憶を見るまでですよ。もう黙らせない、なんで、シアーネさんを。死ねクソ野郎、もう二度とことかに近づくな。はっほう。なんで、シアーネさんを、殺してるの。そういうことか。全部だったのか。私の幸せを全て奪っていたんですね。あなたは。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。